の下に流れる電流、血の火花、頭に乳を住まわせて、殺しの標的、兄を木枯らしに似た口笛は、死神の歌う子守歌、俺はサブロー赤い「ロボットサイボーグ」「白いカラスのハンドル握り」「鋼鉄の街を影が通る」「頭に乳を住まわせて」「殺しの標的」人造人間機械だよりサブローのテーマを聞いていただいてありがとうございました。おたれれです。機械だ絡みの曲は結構上げてるんですけど、喋ったことはなかったのでここでまとめて喋ります、私が喋りたいから、忙しい人はさよならです、ここまでありがとうございました、ネタバレというかエピソードの紹介もありますので、見てくださる方はご注意ください。本筋のストーリーには触れてないんですけど、まあ、いろんなエピソードに触れてるので、さて破壊だ、皆さんお好きですよね。何しろかっこいいもんね、特に登場、ヒーローの登場シーンを考えると、ハヤテのように現れて去っていく月光仮面、変身という革命を起こした仮面ライダー、でもそれらをね、キカイダーは超えてたと思うんですよね。少年少女一般市民のピンチにどこからともなく聞こえてくるギターの音、そして見上げたビルの屋上にギターの青年二郎がシルエットで立ってると、ね、そんなキカイダーの登場シーンは今でも当時の子供たちの心に残っているわけです、ね、だからこそオタクのおっさんの弾く二郎のギターの動画が1500再生もいくわけですよね。もう本当ありがとうございます、でも破壊ダーの登場はそのインパクトで言ったらさらにすごい、こうビルを降りてくるわけです、ジャンプして降りてくるんじゃなくて、こう壁を、歩いて降りてくる、このわけのわからないかっこよさ、
後年あのジョジョでディオがやりますけど、あれはあの壁を足でぶち抜いて、登ってくるっていう描写があるので理屈がわかる。なんで壁をね歩けるのかという。でも破壊だの壁歩きには説明がない。もう磁力って言ってもビルの壁ですからね、もう意味がわからない。でもあの理屈を超えた意味不明な魅力ってのもあるんですよね。もうそれを思い知りました。次、破壊ダーのいろんな魅力について。あの破壊ダーのグッとくる点はたくさんあって、まず歴史的にはターミネーターよりウエストワールドよりもさらに早かった元祖破壊ロボット、その先見性とか新鮮さがすごい。そして黒くて脳みそ丸出しの異形さ。この異形さは石森章太郎先生には必須のキーワードですよね。そして変身前の三郎真山ジョージさんのかっこよさ。変に堂々とした先生、堂々とした態度。そして破壊ダーの歌、三郎のテーマといった渡辺宙明先生の音楽、宙明節の真骨頂、そのかっこよさ、などなどね、たくさんありますよね。だから人の心をつかみます、破壊だ。ロマンアルバム、ロマンアルバムの、ロマンアルバムとかファンコレみたいなあのまとめ本ありますよね、機械だにも。その表紙は大抵機械だと一緒に破壊だもいますからね。テレビマガジンのビジュアル全集なんてあのメインが破壊だです。視点を変えまして、ダークヒーローって言葉聞きますけど、まあ私この言葉あんまり好きじゃないんですよね。あのちゃんと人を描いていたとしたら誰だってダークな部分はある。ヒーローだって人間ですからね。だから当たり前じゃんと、ダークヒーローとかわざわざ言うなよって思うんですけど、でも破壊ダーはダークヒーローって言ってもいいのかなって思いますよね。なんたってダークの人造人間ですからね。ちょっと面白いとこに気づいたでしょ、私ね。いいこと言いますよね。で、この破壊ダーのダーク具合を考える上で、仮面ライダー、機械ダー、破壊ダーっていう連なりを考えたいんですけど、まあ仮面ライダーも相当ダークですよね。2号になってだいぶ方針転換したけど、で、機械ダーはダークというか不幸、私が心に残ってるのはあの口が聞けなくなってね、なんでか忘れたけど、まあ多分ギルの笛かなんかにやられたかな、金物屋に行って、その囚人にあのメモを渡すんですよね。私は口が聞けません、ドライバーとネジを売ってくださいみたいなメモを渡すシーン、これがね弱々しくて惨めでね。でも惨めさの美学ってあるでしょ、惨め美。かわいそうでね、胸に迫る。で今調べたら、さっき調べたらあのこのシーンは38話 の、 あのハカイダーがジローを殺す、1973年3月31日のことで、さっき言った壁を降りてくるのもこの話なんですよね。私が5歳の時でしたが、あのこれははっきり覚えていて、あのこれら2つのシーンをね、これはもう作り手の力、作り手の方々の、力によって、何十年も覚えているわけですけど、まあ5歳でもうかなりはっきり覚えている私もちょっと偉いなと思います。ちょっと誇りに思いますね。脱線しましたが、ダークさんに話を戻しまして、でそんな惨めでダークなジローと対をなすほどダークな破壊だ。仮面ライダーが明るいヒーローの反動として生まれたってことを考えると、まあ多部分もあると思うけども、何段階もダークですよね。初期の1号は暗いけど、もうもし2号や V3、 まあ V3 もまあカラーリングが明るいだけで、まあね、2号とかが、その明るさがまあ仮に松任谷由実だとしたら、機械ダーは中島みゆき。じゃあさらにダークな破壊ダーは、まあ例えるとしたらって考えると谷山ひろ子になりますね、私の中では。
最後破壊ダーのナイフですけど、刃文がありますよね。ヒルトもぐるっと一周カバーしてて唾みたいだと。だからイメージとしては日本刀なのかなと思いますね。まあ、脇差しよりずっと短い、短刀ね。そう思うと変にカッコつけてせいぜい正々堂々と従うのは武士のイメージなんですかね、初期のハカイダーはね。今初期って言いましたが、ゼロワンの頃になるとゴレンジャーになって再登場しますよね、ハカイダーがね。ハカイダー4人衆だか5人衆だかで、あれは子供心にダメだと思いました。まあ、最初はちょっとね豪華でいいなと思ったんですけど、ハカイダーね、レッドハカイダー、ブルーハカイダー、シルバーハカイダー、そしてハカイダーかギルハカイダー、ちょっと詳しく忘れましたが、でもね最近4月22日の金曜日にセンター秋田でこれが売ってましてね、ポキオでラーメン食べた後ホビーオフに行ったらこれがあって、あまりのかっこよさに欲しくなっちゃって、値札を見たらなんと1250円、買いました。むちゃくちゃ現代風アレンジがかっこいいんですよね。でもサムネ用に描いた下手な私の絵は元祖破壊だ、能面のように見る角度によって笑顔にも泣き顔にも見えるハカイダーを描いてみたつもりです。はい、最後まで見て聞いていただいてありがとうございました。世界が一日も早く平和になりますように、祈っております。